はい。あ、どうも、山本晋作です。よろしくお願いします。じゃあ今日も、行きましょう。ですね、こちら学生の質問に全部答えるシリーズですね。今回スター社員会の第3回になります。じゃあ行きましょう。はい。最初の質問ですね。初めてノートを使う場合、何を注意すればいいですか？これですね、背景だけ説明すると、学生のうちにある程度情報発信能力っていうのはついてた方がいいよっていうところから、ブログメディアとしてノート、そしてツイッターというところでそのノートをみんなに広報していくと、そういうことをお勧めさせていただいたっていう背景が最後にあります。最後っていうか、最後にお伝えしたと。で、これなんですけど、特に注意をすることっていうのは書きながらいろいろ気づくことになるので、とりあえず大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、書いていろいろ出てくるかなと思います。で、一番大事なのは何注意すればいいかっていうより続けられるかどうかなので、なんですかね、1週間に3回とか、でも1週間に3回とかそういう目標を持つと逆に続かないんで、毎日書くぐらいの勢いの方がいいと思いますね、短文でも。で、写真と短文つけるみたいな、そういう習慣つけてって、自分の活動を日誌形式で伝えていくっていう風になると、自分がその日学んだこともアウトプットできるようになるので、振り返りもなっていいかなと思います。それぐらいですかね。流行らせたいならいろいろ注意はあるんですけど、まず続けることっていうのが大前提だと思うので、そこの一点に尽きるかなと思います。はい。次、趣味ややりたいことを副業にすることは難しいでしょうか？いや、大丈夫です。全然、むしろそういう人の方が多い気がしますね。で、一つ注意しなきゃいけないのは、趣味と、ビジネスって言っていいのかな？ビジネスの違いとして何かっていうと、趣味は自分が楽しめればいいんですけど、ビジネスとしては人に何かを買ってもらうっていうサービス化をしなきゃいけないんですね。つまりサービスとして作ると。例えば、1時間でパソコンを教えますよっていう話にしたりとか、そのズームの使い方を教えますっていう話。あとは、こういう、例えば僕だったらですね、こういうストリームヤードを使って、自分の、メディアの配信方法、こういうふうに動画でどういうふうに配信すればいいかっていう方法を教えますとか、何でもいいんですけど、自分が好きなことを誰かに何かしてあげるっていうものに変えると。料理教室とかもそうですよね。例えば料理好きな人が料理教室にするか、自分の料理を売るかどっちかっていうのは選択肢としてあると思います。料理を売る場合に、ね、一応免許がいるんで、そこはいろいろ注意しなきゃいけないところがあるんですけど、そういう話になりますね。なので、例えば、ココナラとか、そういうの見てみたりとか、ストリートアカデミーとか見てみて、自分と同じ趣味の人がどういうサービスを作っているかっていうのを、確認してみると、さらにイメージは使いやすいと思うんですけど、趣味ややりたいことっていうのは、いいアプローチの一つだと思います。次、私の就活について考えました。お、もうね、こういうイラスト屋のイラストを作ってやってくれるのはね、ちょっとね、工夫がどんどん進んできてるっていう、さすがね、TA の子が作ってくれてるんですけど、ありがたい限りですね。じゃあ行きましょう。次、私の就活について考えました。お、なんだ？私自身のレベルは、周りからどのように思われてるのかが気になった。またレベルを上げるには行動するのみだと思うので、積極的に動いていこうと思いました。素晴らしい。で、周りからどう思われてるかっていうのは、あんま僕これ考えたことないんですけど、どうですかね。そこはあんまり気にしなくてもいいのかなとは思う。自分のレベルがどう思われてるかって話より、自分がどんな人間かを周りに聞くっていうのは結構必勝法だったりするんで、いろいろと自己分析とかで、それはやった方がいいんじゃないかなっていうふうにこれ見ておりました。ただ積極的に動いていこうっていうのはもう大事だと思います。で、動きながら失敗してって、動きながらうまくいってっていうことを繰り返していく。だから一度うまくいかなかったからやめちゃうっていうパターンは、このパターン結構あるんですけど、そこだけ注意した方がいいなと思います。次、つっちさんの話を聞いて、頭いい人はすごいなと改めて思いました。そうですよね。つっちさんすごい頭いいと思います、僕も。パワーもね、なんだ、その、なんて、頭いいっていうか、文字がね、結構いっぱいあって、ちゃんと、そういうの、文字情報でいろいろ理解できる方なんだなと思いました。で、またビビッとくる会社を選ぶという話、すごく共感できました。そうですね。つっちさん、それおっしゃってましたね。で、今、就活でどの企業にするかとても悩む時期なので、会社を選ぶコツは聞けてよかったです。こだわりすぎる直感でいいなと思ったら、会社を選ぼうと思いました。そうですね。これすごく大事。で、もう一個補足で、僕の意見として、一つ、付け加えさせてください。働いてる人にビビビってくるのもありだと思います。どういう人が働いてるから、その会社の文化があったりするんで、社長とかね、会社がいいこと言うっていうのは結構あるんですよ。ぶっちゃけた話で言うと。
だからそこは結構前提として大事なんですよ。共感できるかどうか。ただね、その体験相互な時は結構あったりするんで、あのミッションビジョンがしっかりしていっぱい人集まってくるんだけど、中入ってみたらこれ多いよ多いよみたいな会社って結構あったりするんで、中で働いてる社員さんをその次のフェーズでチェックするっていうので OB 訪問行ったりとか、そのあのツイッターの DM 送ってみたりとか、まあツイッターの内容見てみたりとか、そういうのは結構大事かなと思いますね。次、今まで授業のゲストスピーカーの人たちのお話を聞いたら貴重なお話が聞けたなと思っただけだったけど、先生に DM など自分でお話が聞ける機会を設けられる可能性があると聞き、そんな方法があるんだなと自分の選択肢が増えた。ああ、そうですね。これ僕がサジェストしたやつです。要は、ゲストに来てくれた人いるじゃないですか。で、SNS があるってことは、フォローしてもいいって意味なんですよ。で、もう一個あるのは、DM で感想を送ってあげたら本人喜ぶよっていう話で、もし本当に相談したいんだったらこういうこと相談したいですっていう感じで、まあ、DM 送ってみたりとかすると、もし時間空いてたら付き合ってくれる可能性もあるかなっていう話ですね。ほら応援者あります。特に学生に対しては、社会人の人って、まあ、社会人って言い方あんま好きじゃないんですけど、要は、お勤めされてる方だったりとか、まあ、世の中に出てる、まあ、仕事をメインとされてる方ですね。こっちこういう言い方した方がいい。仕事をメインとされてる方は、学業をメインとされてる学生に対してものすごくなんか貢献意欲があったりするとこあるんで、まあ、そういうのは一つ活用としてあれですよね。まあ、僕ですね、今さっきもね、あれですね、焼肉食べてきたんですけど、学生たちとですね。まあ、何の得があってこんなことやってるんだって、いろんな人に聞かれるんですけど、損得感情では動いてないです。そんな人もいると思ってください。それだけはちょっと、世の中ね、変な人も多いけど、僕も変な人かもしれないですけど、損得感情で学生と付き合ってるような人間ではないということだけ、ちょっと考えておいていただけると嬉しいです。次、今回の講義で自分の能力を伸ばすために、自分の力でお金を稼げるようになるための就職を目指す、といった選択肢が増えて非常に有意義だった。素晴らしい。ありがとうございます。そうですね、一つあるのが、自分が担当してる業務もあるじゃないですか。それをそのまま切り出してサービス化できたら強いんですよね。まあ、例えば、ウェブデザイナーとか、その辺とか、プログラマーとかって、まさにそういう仕事ですよね。で、例えば、会社で新規事業開発してる人が、まあ、新規事業開発のアドバイザリーやりますみたいなサービスをして、副業をやるっていうのは相乗効果になるじゃないですか。で、ツッチーさんの場合はあれですよね。営業マンとして B2B で、講演探してる人と講演したい人のマッチングをされた。じゃないですか。まあ、その中でつっちさん MC として働かれたりすることもあるので、副業でも MC をやったり、自分も講師として、まあ、講演をやったりと、そういうことされてましたよね。うん、だからそういうね、なんか本業と関連があるのを副業にするっていうのはつっちさんおっしゃってましたよね。これはすごく大事だと思います。で、もう一つ僕として大事だと思っていることを一つ付け加えさせてください。僕やつっちさんの時代はこんなこと言われてなかったんですけど、やっぱり皆さんの時代は2つ以上の業務持ったり、2つ以上の会社と関わるの当たり前だよってしていこうという動きは今あるんですよ、本当に。これは9回目の授業じゃないか、8回目の授業で言います。7回目か、はい、の授業で言いますが、そういう動きがあるので、皆さんできれば学生のうちに500円でもいいから、自分のサービスか何かでマネタイズできたっていう経験値は積んどいた方がいいのと、あとはもしちょっとね、時間のかかるスキルをつけたい、プログラミングとか英語、こういうのはね、やっぱ、会社に入って仕事をメインとしてしまうと、なかなかそのスキル習得っていう時間がなかったりするので、それは学生のうちにやっといた方がいいと思います。これはもう本当に思ってますね。うん、この辺だけちょっと一つおっさんのおせっかいだと思って、なんとなく参考にしていただけると嬉しいです。次、私は SNS で活動してるわけなく、アカウントがリアアカの一つだけしかない、フォロワーも2桁だけなので、別のアカを作って、様々な情報公開や情報発信ができるようになるような状態にしてみようと思った。就活以外でも私生活に役立ちそうなので、個人でできることは積極的に動いておこうと思った。素晴らしい。これ背景だけ、説明させていただくと、大体今、昔企業しかできなかったこと、個人でもできるよねって話を最後に、させていただいたんですね。例えば、出版今 Amazon の Kindle Direct Publishing っていうので、紙の出版物も出せる。だからこれ出版ほぼ民主化されてるんですよね。あとは書けない人が多いってだけ。だから技術的にはもう民主化されてます、出版というのは。で、あとはあれですね、例えば番組を持つ。これもテレビの放送枠なかったらダメだったところは、 YouTube と TikTok というものが生まれて、Instagram も生まれて、もうほぼ番組を自分で持てる時代になったと。うん、特に YouTube なんかまさにそうですよね。テレビ番組自分で持ってるじゃんっていう話。あとはラジオメディアについてもボイシーとか出てきてるんで、自分で持ってるよねっていう話。だとしたら、それを、自分自身で発信していくということができる人間が、
会社の中では重宝される可能性があるよねという話を前回させていただいたんですね。でそういうのが上手い人は結構スター社員って呼ばれる人たちなんじゃないかと。つまり個人の名前で、企業を加速させられると。そういう話。で今まで企業の誰々ですって話だったんですけど、個人で、企業を伸ばせるっていう。それはもうどっかに移籍してもそれは必要とされますよねって話。まあ大谷翔平さんがエンゼルスを伸ばしてるのと同じですよね、ロジックとしては。っていう話なんですよね。で、これ大事なの、別赤作って情報発信とか目的赤を作るみたいなのはすごい大事だと思いますし、これ補足すると、例えば留学情報を集めるだけの留学赤みたいなのを作って留学生同士で繋がったりしてるんですよ。そういうとかもあるんで、まあ就活赤作ったりとか、まあいろいろそういう工夫が大事かなと思うんで、ぜひやってみていただけると嬉しいなっていうところと、うん、赤の目的にもよるんですけど、わりかしツイッターは3、4アカウントぐらい普通に動かしてる学生よく見ますね。それだけちょっと、頭に入れといていただいて、まあ、とりあえずやってみよう精神はすごく大事だと思います。なかったら僕に聞いてくださってもいいですし、まあ、自分で勉強してくれても嬉しいです。じゃあ次行こう。会社選びの方法がとても参考になった。そうですね。僕もすごい参考になりました、今。で、自分で情報を発信するツールを持っていくと便利だし、会社から求められることを知れてありがたかった。そうですよね。情報発信が上手い人っていうのは重宝されると思いますし、まあ言うてみれば、会社で働いてる人って結構情報発信苦手な人多いんですよ。個人で情報発信をするっていうところを積極的にやってなかった人が、やっぱり今の僕の世代とかで多いので、そういうところはすごく大事かなと思います。だからシンサンクスのストーリーは更新頻度が高いのかと勝手に納得した、豆な人になろうと思った。あ、シンサンクスって僕らあだ名ですね。ツイッターアカウントとかもシンサンクスになってます。シンサンクスはストーリー、インスタのストーリーズの話か。あ、そうですね。割と頻繁に、更新してますね。ただ、ごめんなさい。正直言います。因果関係そこじゃないっす。どう言えばいいかな。ごめんなさい。僕、目的持ってインスタやってないんですよね。皆さんには申し訳ないんですけど。全然仕事目的でやってなくて、趣味なんですよ。ツイッターの趣味なんですけど、ぶっちゃけ今。だから別になんか目的持ってこういう情報発信しますって宣言もしないですね。だから僕は情報発信好きなんでやってるわけで、ただなんか目的を持ってるわけじゃないです。でそういう意味では僕が一番情報発信で、成果を上げたっていうのは、イギリスの留学ブログですね。当時、まあイギリスの留学情報ってほとんどネット上でまとめるのなかったんですよ。で、それで僕は留学前すごく困ったんで、じゃあ僕の欲しかった情報を発信し続けるみたいな感じで、別に特に1円ももらってたわけじゃないんですけど、やったら割とアクセス伸びて、まあランキング1位が350週ぐらい、日本ブログまでアクセスランキング1位は350週ぐらい続いたっていうのは、あるので、まあそれなりにニーズあってうまくいった方だなっていうふうに思ってますね。あ、そういう話で、だから、何の情報を発信するかっていうのを、情報発信に慣れてきたら次のフェーズで考えてもいいかなと思うんですけど、まあ自分の日々の活動を発信するっていうだけでも全然変わってくるんで、とにかく使い慣れるってことが大事だと思います。次。今日の授業で大企業リスクというものについて初めて考えました。ああ、そうですね。出ましたよね。大企業リスクの話。まあ、その大企業の人間関係だけになるとか、その大企業だと、まあ、多くの部分学べないとか、いろんな大企業的なリスクもありますよねって話を、土さんしてくださったと思います。で、私は父も兄も当たり前のように大企業で働いているので、自分も同じように当たり前に大企業と就職するなと思ってました。正直自分で起業したり、ベンチャー企業に入るのは不安定な生活が待っていると思ってからです。しかし、今日の授業を受けて、必ずしもそうでないことが分かりました。今後どの企業に就職するかなと考えるときは、そういった選択肢も考えておきたいと思います。あ、いいですね。選択肢の柔軟性を、担保しておくのはいいと思ってて、自分がこれだっていう、その時思ったものに、行けばいいと僕は思ってる派なので、非常にいいかなと思います。ただ、ご両親が大企業入ってくれって言ったときに、自分の言葉で説得できるかどうかはすごい大事だと思うので、自分がこうしたいっていう意思は、これからしっかり持てるようにしてもらうと、周りの人は応援してくれるようになるかなっていうふうに、思います。なんでこれ、例えばベンチャー企業とか起業したりとか大企業っていう、いわゆるカテゴリーの話してますよね。大企業だったり、中小企業だったりとか、ベンチャー企業だったり、まあほぼ一緒か。この辺のカテゴリーって今ちょっと言葉の解像度が低いんですよ。難しく言ってごめんなさい。具体性が低いんですよ。なんで、この企業はこうだよねとか、あの企業こうだよねとか、あの企業にいるこの人こうだよねっていう感じで、もうちょっとですね、人と会社というところを、具体的にもっといろいろしていくのがいいかなと思うので、そういう意味では人と会ったりとか、人と話したりとか、していくのはいいかなと。ネット情報で調べてもいいんですけど、ネット情報よりも足で情報稼いでたり、直接会ったりとか、ズームとかで話して、する方が僕はおすすめですね。はい、そんな風に考えていただければと思います。次。
ツイッターやノートの検索の仕方を調べたいと思います。うん、使おう、とりあえず。便利ですよ、非常に。ツイッターで例えば会社名入れて、人々ってとこ押すと、その会社に勤めてる人が出てくるんで、そこでいろんな、その人が出てきた場合は、その会社をわりかし情報発信に対して、積極的な会社だっていうふうに取れますよね。そう。だからそれはグッドクルーさんで、例出させていただいたっていう話。あとはノートもそうですよね。例えば企業大学生ってすると、企業家を目指す大学生のノートがいっぱい出てくるわけですよ。そのうちの一人になろうよっていう話でもあるんですよね。だから、ノートのタイトルには、どういう人とつながりたいかっていうところを自分のキーワードで入れとくっていうのはポイントだったりします。まあ、これノート内の SEO 対策とか言うんですけどね、検索エンジン対策なんで。うん、まあそういうふうに、だから、自分の名前だけじゃなくて、後ろに、企業を目指す JD3 とかいろいろ入れているといいんじゃないかなと思いますね。次、JD って分かんない人もいるから、女子大生のこと JD って言うんですけどね、JD1234 みたいなことを言うんですけど、ちなみに余談ですけど、高校生は、高1が FJK、最後が、3年生が LJK、ラスト JK ですね。真ん中なんだっけ？JK2 とか言ってたけど、もう、なんかごめんなさい、忘れちゃいました。さすがに僕もね、JK、JK みたいなの言ったら気持ち悪いでしょ。はい、じゃあ次行こう。スター社員と呼ばれる方々に就活の人事をしてもらうとしたら、自分をその社会人の基準に直した自分にならなきゃいけないと感じました。ん？どういうことだ？これ。スター社員と呼ばれる方々、じゃあ、ツッチーさんみたいな人に就職活動の人事をしてもらう、ツッチーさんが人事だとした、自分はその社会人の基準に合わせた自分になる。ここだな。自分は社会人に合わせた基準。要するにその人たちに評価されるっていう、その人たちがどういう人が欲しいかっていう、そういう自分にならなきゃいけない。そうっすね。それがいわゆる就活ゲームの攻略法。就活ゲームの攻略法です。ただ一つ注意しておいてほしいのが、そのお気に入った自分で、就活突破する人って結構後で苦しんだりするんで、就活の内定5個ぐらいもらったとか10個もらった人は意外と入った後苦しんでるって、そういうことなんですよね。器用に適応しちゃえるっていうことがあるので、割と不器用に一社探してた方がありかなと思うんで、なかなか難しいんですけど、第一希望のところにどうしても気に入られたいっていう自分になっちゃうのはわかるんですけど、ある程度私こういう人間だっていうものをアピールできるような、そういう活動はした方が良いかなっていうふうに思いますね。そのスタンス持った方がいいかもしれない。っていうとね、だいたい僕の方をね、このスタンスでいくとね、就活一個も受かんないっていう可能性はゼロでもないんですけど、まあ、その時はその時で考えればって言ったら無責任ですよね。ごめんなさい。ちょっとだけ意識しておいてほしいです。自分らしさとは言わない。それはあんま好きな言葉じゃないんで、僕も自分の味は好きだけど、自分らしさっていう言葉はなんかあんま好きじゃないんですよね。ただ、なんて言えばいいんだろうな。下手に合わせに行って自分の人生捨てないようにした方がいいよっていうことは、一つ考えておいてくれた方がいいかなと思います。誰にでも受けられる自分にならないっていうことが、要は。だから、ツッチーさんに受け入れられなくてもいいよぐらいのスタンスでもいい気がするんですよ。むしろ、ツッチーさん以外で自分を評価してくれる人を探すよみたいな。そういうのもありじゃないですかね。うん。まあ、一つ参考にしておいてください。僕もちょっと今、抽象的な話をしてしまっているので、もし混乱させちゃったら、ちょっとごめんなさい。僕もちょっと、これちゃんと自分の言葉にしなきゃいけないなって今、反省しました。次。資格を取得しないという選択肢はどうなんだろうって疑問に思いました。いいね。このね、ゲストの言ったことに対してね、カウンター的に言うのいいね。で、私の友人が勤めてる会社では資格の取得が推奨されており、合格すれば金銭がもらえます。そういう会社ありますよね。そういった点で人事ボーナスのように考えると人生が豊かになるのかなと考えました。実際どうなんだろうとよくわかんなくなってきました。いいですね。これちょっとしっかりとお答えしたいと思います。まずですね、資格を取得しないっていうの話何かっていうと、ツッチーさんがおっしゃったんですよね。資格を取って、そこの資格に、縛られてしまうと、人生の選択肢減るよと。例えば、税理士の資格取った後に、税理士というものを外して自分の人生考えられるかって言ったら、難しい可能性もあるよねっていうところが彼の主張だったんですね。だから、資格を取得し、これ大事なのが、結論だけ書いてるんですよ。資格を取得しないという選択肢もありじゃないかという話を彼に言ったら、全するなとは言ってないんですよ。まず、スッチーさん。そこはまあ勘違いしちゃいけないんですけど、そういうことを
まあ、もしそう聞こえたんだったら、申し訳ないです。僕も授業のコーディネーターとしてそこは、補足すべきだったと思うんですが、資格を取得するなとは言ってないです。ただ、した後に縛られる可能性もあるんじゃないかっていうことを、おっしゃったんですね。そこはまず理解した方がいいと思います。つまりどういうことかっていうと、結論と言葉の表面だけを取ってしまうよりも、なぜそうなのかっていう理由のところをちゃんと理解しておかないと言葉にやられちゃうと。例えばインターンシップ5社行った方がいいよっていうところの背景をちゃんと理解してるといいか悪いかの判断自分でできるわけですよ。まあ、会社の中身が5社ぐらい見れるからいいよっていう話、それ別にインターンシップじゃなくてジョブハンティングってジョブシャドウイングっていう後ろについてくるだけでもできるよねとか、そういうのもあるし、なんだろう、薄く5社関わるより1社の方がいいんじゃないかっていうのはスキルベースで考えるといいですかっていうとかいろいろあるんですよね。そういう、その、ビコーズの部分、なんでならっていうところをしっかり押さえておいて、この、感想はいいと思いましたっていうところですね。で、この下に書いてある、会社が資格を取った人にボーナスを与える、これあります。例えば、TOEIC のテストとかね、逆に言うと600点取らないと、ボーナス減らされるってこともあったりするんですよ。冗談抜きで。まあ、TOEIC 600点、わかんない。僕、TOEIC あんま受けてこないんでわかんないですけど、ごめんなさい。ちょっと今、ネットが途切れてる可能性あるな、これ。ですね。これ頑張ってほしいとしか、ごめんなさい、戻りました。はい、ね、今日ちょっとネットが弱くて今不安なんですけど、ね、次の収録までね、違うネットにしよう。わーっと、これなし。はい、接続に問題がありますと、はい、はい、大丈夫ですかね。これはね、どんな時も生ライブで行く話なんで、このままね、ライブで行きたいですけど、ちょっと厳しそうですね、これ。ここまでで一回復活するか。はい。多分ネット復活しましたね。大変失礼しました。ここもライブ感で全部行くんで、このまま、突き進みます。そうですね。で、この下、話から、資格を取得したら、ボーナスもらえる会社はあります。それをおっしゃる通りです。で、それは確かに人生豊かになるんですよ。その会社のルールだから、それは。で、ツッチーさんも言ってましたよね。ファイナンシャルプランナーを生命保険の営業やった時取ったって。だから彼も資格取ってるんですよ、一応。そういうところをしっかり考えていかなきゃいけないので、今表面的な言葉だけ聞いてしまったからそういう風になってる可能性があるので、なぜならっていうbecauseの部分ちゃんと聞いといた方が良かったかなと思いましたね。なんで結論から言うと、資格を取得 しない方がいいって言ってるんじゃないですよ、土井さんは。資格を取得しない、したことによって、それだけに縛られてしまうともったいないよね。だから一瞬資格を外に置けるような感じの考え方の方がいいんじゃないですかねっていうのが最終的にツッチーさんの気づいたこと。つまり、ツッチーさんが例えば FP、ファイナンシャルプランナーの資格に縛られたら、今の YouTube やってる教育系社員 YouTuber の、で、B2B の営業マンっていうものはないわけですよ。そこの話。ちょっと注意した方がいいですね、これ。ごめんなさい。僕もちょっと授業のコーディネーターとしては、その辺はちょっとしっかり注意して、今後、出せればと思います。これね、確かに今回資格等が多かったので、この辺注意した方がいいかなと思いました。じゃあ次行こう。土橋さんの会社の選び方はとても参考になりました。今、インターンのエントリー予約をしている最中なんですが、どのように決めたらいいかわかんなくなりました。わからなくなってましたと。で、インターンの数は多い方がいいなと思っているため、この選び方は慎重にしなくていいと思いました。しかし、内定をもらいたい企業を決めるときには参考にしたいと思います。まあ、そうっすよね。なんでそんなにいっぱいインターン行く必要あるのかなっていうふうに、僕は個人的には思ってしまうっていうのは正直な意見なんですけど、ごめんなさい。これは、あれです。僕の主張なので、絶対ではないと思う。で、ぜひ、考えてほしいのは、用意されたインターンシップ以外にも自分でインターンシップ先探したりとか会社見学行くような活動能力は僕は必要だと思います。これはなんでかっていうと、単純にこういうインターンシップのエントリー予約とかこういう表の道だけで行ってしまうと何が起こるかっていうと、ゲーム攻略が上手い人が有利なんですね。大学受験とかと一緒ですよ。だから全部正解のあるルールゲームじゃないですか。じゃあ大学受験みたいなルールってのは実は就活にも多少はあるわけですよ。そこに対して同じルールで同じ土俵で戦ってしまうと結局、まあ、言うてみればゲームが得意なやつが出てくるんですね。社会の攻略ゲームが得意なやつが上に行くと。で別にそれ得意だっていう人なんだったら得意でいいんですけど、僕みたいに苦手な人間っていうのもいるわけですよ。じゃあ苦手な人間どうすればいいかっていうふうに考えたんですけど、僕自身一個思ってるのが、
自分自身の手で、自分の選択肢を、まあ、探せるっていうのはすごい大事だと思ってます。例えば就活も表だったらエントリーじゃなくて、まあ、ツイッターの DM とか送ってみて、社員さんの人たち5、6人ぐらい喋ってたと。で、まあ、どうしてもなんかしっくりするインターン先が見つからないとか、ちょっと会社見学に行きたいんですけど、インターン以外の方法ないですかっていうふうに相談してみたらいろいろ教えてくれたと。こういうやり方も一つありなんですよね。で、これは一例ですけど、別に特殊な能力が必要だっていうよりは、発想力っていうよりは、まあ、好奇心なんですよね、ぶっちゃけ。そういう力の方が大事じゃないかなと思ってて、で、僕は実はですね、その食事何人でもしていいよって言ってるのはそういう理由なんですよね。で、あそこに対しては、別に自分から DM 送ったりとか、Google フォーム作ってないじゃないですか。それは Google フォームとか自分より自から DM、僕から送っちゃったら、それは自分の意思の行動ではないので、そこだけはちょっと線を引いてるんですよね。だから、バッてメッセージ送った人はみんな連れてってるのは本当にそうなんですよ。そういう意味なの、あれは。まあ、そこまで用意しちゃうと逆に王道になっちゃう可能性あるんですけど、まあ、皆さんですね、僕の授業を取ってくれてラッキーだったなって思えるような感じの時間にもしなきゃいけないと思ってるので、僕はそれは結構、私ね、力入れてって言ったらあれだけどね、楽しく飲んでるだけでも歌ったりもするんで、今日もさっきまでね、言ってたんですけど、今日飲んでないですよ、ちなみに。ウーロン茶だけです。その仕事になったんで。まあ、それはいいんですけど、そういうところは一つ僕がお伝えしたいところですね。なんで、まあ、授業の節々でも言いますし、何回か、まあ、そういうアクションがどうやったら取れるかっていうところを、なるべく皆さんと一緒に考えていけて、皆さんが自分の答え出せるように、作ろうと思ってますが、僕はそういう意思でやってますと。だから、これが間違ってるって言い方はしないですよ。ただ、ちょっと成功法すぎるっていう可能性はあるかなっていうところを一つ考えておいてください。これですね、ファーストドア、サードドア、セカンドドアみたいな本があるんですけど、サードドア本とかを YouTube で検索して聞いてみると、今の僕の話が全部聞けるので、おすすめだったりします。次。就活についてのお話をまとめてスライド通りしてみたいと思いました。あ、これ個人でするってこと？それ素晴らしいです。あ、それ素晴らしい。めっちゃあり。そういう活動大事。自分でアウトプット出すってすごい大事だと思います。はい。まあ、自分が勉強したことを全部、ね、スライドにしてね、世の中に公開してあげるとかもありだと思いますよ。それ結構人助けにもなるんで、評価されると思います、世の中から。まあ、そんな評価されるためにやるっていうのもちょっとおこがましいんですけどね。まあ、そういうのはありだと思いますね。じゃ次。就活情報をください。ああ、これは悪くない。こういうストレートなの。就活情報で具体的にどんな情報欲しいのかなっていう。まあ、具体的な企業名とかそういう話なのかな。まあ、時折出すようにしますけど、まあ別に僕大した就活情報持ってないんで、それはね、割とね、ツイッターで人事の人捕まえたりとか、そういう方が早いと思います。次、インターンや就活に特化した授業やな、授業を夏休み前に増やしてもいいかもしれません。あ、これ僕に授業相手をくれてるの。ありがとうございます。どうですかね。割かし途中で出してるんですけど、こういう選択肢あるよみたいな。ごめんなさい。僕は自分の想像力、妄想力と未来力、デジタルによって、彩られる未来力っていうのありますよね。デジタルによって未来変わってくるっていう。この二つを今回軸としてるので、あんまりその就活とかインターンに特化したくないんですよね。てか正直に言います。僕、この2つしなくてもいいと思ってるんで、ぶっちゃけた話言うと。例えば、50人ぐらいの、社会人の方と繋がってインタビューしました。で、僕、こういう活動してます。で、こういうの興味あるんですって言ったら、向こうからオファーする可能性、来る可能性あるわけですよ。そんな話5万と聞くんで、成功法だけはゴールじゃないよって言ったらそういうことなんですよ。だから僕は人の話聞くのが好きなんで、実は正社員オファーとかあったりしたんですけど、昔。でも今でもあるんですけど。まあ今さすがに自分の会社やってるんで少なくなってきたんですけど、そういう話を全部知り合い系ですよ、それは。だから逆オファー来るような感じの生き方した方がいいんじゃないですかね、とは思ってるな、正直なところです。ごめんなさい。これは別に、いろんな考え方あるし、いろんな選択肢があると思うので、必ずしも僕のことは正しいとは思わないし、それが得意な人と不得意な人はまたいるっていうのも事実なので、そこはまあ一つ、コールに入れた上で一つの参考としてください。ただ一つお伝えしますけど、成功法なゲームだけだとどうしても勝敗が分かれやすいっていうところはあるので、一つ注意した方がいいかなというふうに思います。
はい、で次、これはですね、ちょっと次回答えていきたいと思います。じゃあ、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ちょっとネット途切れちゃってごめんなさい。では、次回お会いしましょう。ではだ。